こんにちは、田中です。冬に最適なガーデン用の手袋教えます。今回は冬でもガーデニングをしている方、良い手袋をお探しの方、冬用の手袋をお探しの方、手袋を選びに以前に失敗してしまった方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、手を守るためのアイテム手袋、園芸では様々なシーンで使われるアイテムです。手袋はそれぞれの役割に合った形状素材でできています。ガーデニングに適する手袋選びにお店に行くと、たくさんの品揃えにびっくりしてどの手袋がいいのかわからなくなってしまいがちです。特にあまりガーデニングをやられてない方にとって、どの手袋が使いやすいのか、これわからないと思います。また普段は手袋しないですけど、どうしても欲しくなるのがやはり寒くなってきたこの冬です。単純に外で作業するので寒い、なので手袋したい、わかります。そして今では防寒手袋たくさん売ってます。一番暖かい手袋をする、これでも間違いはないんですけど、実際私も経験があります。一番暖かい手袋、これは実はガーデニングに適していません。なぜなら我々はガーデニング作業をするからです。やはり使いやすさ、機能性っていうのが重視されます。プラス防寒性です。というわけで今回は冬用の手袋にお悩みの方に、実物を用いて一番最適な冬用の手袋、こちらをご紹介したいと思います。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、園芸手袋おじさんと呼ばれております。私、手袋がないと仕事できないんですよね。もう毎日ぐらい手袋してます。しかもオールシーズン、春夏秋冬手袋をしています。ですので様々な手袋を買っては使って買っては使ってを繰り返してきました。特に園芸シーズンの手袋でいうと、土汚れを防ぐ、これも大きな役割をします。あとは水仕事による手荒れ防止、また道具を使うので手を守るために手袋は必要です。バラのようにトゲがあるもの、毒がある植物もあります。とにかく手を守るためにガーデニングで手袋は必須だと私は思っています。しかし手袋はどんな手袋でもいいわけではありません。まあ、極端な話、どんな手袋でも守ることはできます。ただ園芸操作性、作業性っていうのがかなり落ちてしまう手袋があるのも事実です。また手袋選びに失敗して買ってしまった方、使いにくい手袋ですけど、一度買ってしまったので次に買う手袋の買い替え、なかなか難しいですよね。手袋ばかり溜まってしまいます。大丈夫です。手袋マニアの私が今回商品レビューをしていきたいと思います。冬の手袋で絶対に欠かせない項目、こちらが3つあります。1つ目は必ず防水タイプのものを使うこと、2つ目は手首まで覆えるものを使うこと、3つ目は手にフィットしたものを使うこと、この3つです。ではここから先は実物の商品を踏まえて実演にてご紹介の方説明をしていきたいと思います。では早速いきましょう。はい、というわけで手袋の回です。よろしくお願いします、ジペさん。お願いします。さあ、冬用の手袋ですね。はい。まあ、外で作業をするというか、はい、作業をしなくても外に出るとやっぱ寒いからさ、冬は。はい、手袋って必要だと思うんですけど、はい、ガーデニングで手袋っていうと、やっぱりね、ちょっと特徴的なものっていうか、はい、通常の防寒手袋だと、まあ、とにかくね、作業がしにくいので、これはね、僕の経験を踏まえて、いろいろ参考にしてほしいなと思います。で、今回は冬用なんですけど、オールシーズン僕手袋をよくしますというところで、代表的な手袋があるんで、まずそちら見てもらいましょうか。じゃん。はい、はい、こういうふうに背抜きっていうタイプの手袋があるんです。はい、まあ、背抜きって何かというと、この手の甲の方がちょっとこう通気性がいい素材でできてて、はい、内側はコーティングされてる素材ね。もうこの手袋はね、めちゃめちゃ使ったね、僕ね。とにかく春から秋冬全体的にこれ使ってたんですけど、大きく分けて素材の違いがあるんです、これ。はい、うん、これしかもさ、このワークマンで買ったんだけどさ、はい、99円だぞこれ、税込みで。めちゃくちゃ安くないですか。嫌になっちゃうねめちゃめちゃ安いのが全部99円なんだけど、はい、ここはここについてるコーティングの素材の違い、はい、で大体これって決まってます、この3種類ぐらい、はい、1つはこれウレタンって書いてあるね、ウレタン。まあ、一番ね、薄い感じ、はい、持った感じね。でこれ天然のゴム素材と、まあ、最近多いんですけどニトリルっていう素材ね、ちょっとゴムっぽいんですけど、これどれがいいかっていう話なんですけど、はい、僕がこの中で一番使うのは実はウレタン。ウレタン、はい、ウレタン素材の手袋、これね一番薄い、
薄いって何を意味するかっていうと、やっぱダイレクトにこう触るとこや、はい、いうのかな。手袋でね、とにかくね、一番ガーデニングシーンでネックなのは手が動かしにくい。厚手のやつですよね。そう、厚手とか、ここのさ、わかる？ここ短いみたいな。手の甲は合ってるんだけど、ここがえらい短いっていう手袋がよくあるんだけど、はいはい、これはすごい作業しにくい。もうカパッカパンみたいな感じで、単純に水をかけるだけだったらカパッカパでもいいんだけど、はい、ほとんどのケースで水やりながら何か作業したくなる。ハサミも使いたくなったり、鉢をこう回したり動かしたくなるとかっていう時に、あのここのブカブカとかゴワゴワがあるっていうのは結構致命的なんだよ、はい、でこの辺の一番こう厚いこの中でも、はい、これニトリル系ね、うんうんうん、ニトリル系はこれフィットするはするんだけど、うんうん、やっぱねこれね、実際につけてみると分かんないんだけど、このゴワゴワ感がね違うね、これ、はい、操作性がすごくこっちの方が、ウレタンの方がいい、うんうん、僕はこのガーデニング用これ使うんだけど、ただこのタイプのウレタン素材は冬場に使うと、あの結構致命傷を負うことがある。どういうこと？寒いってことですか？これをさ、つけてると、はい、やっぱり1個つけてるんでそこまでの寒さ感はないんだけど、はい、ガーデニングシーンってさ、水使うじゃん、はい、冬用の手袋で一番怖いのは水なんだよ。外気を防ぐっていうのはあるんだけど、水をあげたりすると水がね、絶対的にどっかかかっちゃう。あと鉢を動かしたりしても指先とかが絶対に水に触れちゃう、水分に。でこのウレタン素材ってすごく使いやすくて操作性いいんだけど、水をね、吸っちゃうことがあるね、これ、はい、撥水しない、しにくい、うん、で少しでも水の水分がついてると冬場って乾かないんだよね。そうですよね。でずっと冷たくなっちゃう。なのでできれば冬用でこういう薄手を使いたければ、ニトリル製の手袋、はい、これは結構防水する、うんうん、まあ、ちょっとやってみようか、はい、ウレタンね、はい、ウレタン、わかる？あ、じわっと入っていきますね。湿ってるよこれ、はい、この湿湿が冬場は致命傷、うん、冷たくなっていっちゃう、どんどん冷たくなっていっちゃう。これ最初はともかく、はい、でこっちがニトリルね、あ、ほら、はじく、はじく、うん、はじきやすいという強さがあるんで、はい、まあ、冬場はこのニトリルの方でもいいんですけど、ただね、まずね、この辺の背抜きっていうタイプ、はい、裏通気性がすごくいいんで手が蒸れないっていう良さがあるのでいいんですけど、ガーデニングってこれはね結構やってると分かるんだけど、この手のひらだけとか指先だけ守られてればいいかって思うじゃん、うん、こういうところに必ずね水がかかる。跳ね返りもそうだし、はい、なんか濡れたやつをこうです入れた時にここに水がついてしまう、はい、ってなるとここはね水吸うんよこれ。あー冷たいあ、はい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 、あ冷たいでこれがまた乾かないんだよ。なるほど。ずっと手の甲が冷たいみたいな感じに、はい、なってしまうんで、まあそもそもガーデニング冬ね、背抜きの手袋、うん、これはね、あの向いてないです夏の方がいいってことですか？夏の方がいい。で夏使うんだったらやっぱね、ウレタンの方がいい。うん、ちょっとこれ夏用になっちゃうんであれだけどさ、はい、このニトリルとかさ、はい、この天然ゴムってさ、水分通さないのはいいんだけど、はい、中でめちゃくちゃ蒸れるんだよこれ。あ、逆に夏は夏でこの辺とかもものすごいよ匂いが取った時の、うん、もう手びっしょりでみたいな感じ、はい、なってくるんで、まあ、結構なんだかんだ言って、まあ、ウレタン手袋は、うん、まあ、よかれ悪かれ通気性がめちゃくちゃいいので、うん、あの夏に使ってくださいという話で今回置いときます、はい、さあいよいよ来ました冬用手袋。まず水を防止するっていう意味では全体的にこうコーティングされてるものがいい、背抜きじゃないタイプがいい、うんうん、ってなってくると、まあ、この辺が一般的にあるやつだと思います。はい、これはよく見ない、これ、これ掃除とかで、ね、ああそうですそうです、ね、これはなんかもう家庭に1個はありそうなやつじゃんこれ、はい、これがねなんだかんだ言って防水機能っていうのは結構いい、うん、結構いいっていうのは全体的にこうビニールになってるんでどこ濡れても染みない、うんうん、あと結構こうロング長いですね、長い、これ割と評価高い。手首までのタイプって着る服によってでもそうなんだけど、これ出ちゃう時あるよねここね、はい、
ていうのがあったり、じゃあここの手首を服で隠そうかっていうふうにこうやってするじゃん、うん、なるじゃん。ガーデングやってる時って絶対的にこう土つくんで、そうですね、この腕周りってすごく汚くなるので、うん、できれば袖をね下げたくない、はい、ってなってくると、このロングタイプの一般的なこのタイプね、うん、は非常にこれね、ガーデニングというか、まあ、いわゆる水作業ね、はい、水撒いたりとか何か洗ったりみたいな、鉢洗ったり道具洗ったりするのに、うん、普通にめちゃめちゃいいです、まあ、ただこれ使ってみると分かるんだけど、はい、冬場の外で使うとめちゃくちゃ冷たいまあそうですよね素材がもう防寒性とかないですもんね。防寒性があまりないので、このタイプ一応厚手っていうタイプがあるので、はい、これねいろいろあるのは薄手とか中手っていうのかな、 3段階ぐらいあるの。これ3段階あるんですね。そう、これが一番厚いっていうタイプで、はい、まあ、若干暖かい、はいはい、なんでもしあれだったら、まあ冬の外作業でも使ってもいいとは思うんですけど、まあ、ちょっと僕的にはどうかなって思っちゃうね、まあ、せっかくならば違う特化したものを使ってほしいなっていうところで、はい、まあ、ちょっとこれは置いときましょう、はい、というところで、まあ、結構ねワークマン行ってさ、はい、めちゃめちゃ買ってきたんですよで、はい、あのそれぞれいろいろ使ってみました、はい、っていうちょっとねレビューを含めて、はい、これねごめんなさい先に言っておきます。独断と偏見ですから確実に、はい、僕がこう言ったから確実にこうっていうわけじゃありませんので、うん、まあ、僕なりの使用感という感じでちょっと聞いていただけるといいかなと思います、はい、一個ずつ出していきますね、はい、買ってきたもののまずはじゃん、ザ・マックスオイルニトリルコード手袋、はい、これいわゆるニトリル製のさっき言った背抜きタイプの、はいはいはい、もう裏まで完全にニトリルコーティングされてるもの。ああ、そういうことですね。そうっていう、なんか強そうだぞみたいな、はいはいはい、水作業、水は弾きそうですね。絶対的に水を通さない、はい、で結構細いよねこれね、うんうんうん、作業性がいいで、ここもザラザラして掴みやすい、はいはいはい、いいんではないかなというふうに思って、まず買って使ってみました、はい、結論ですね、冬には向いてません。え、あんまりなんですかこれ。冷たいなるほど。実際は水弾くんですけど、はい、薄い、うんうんうん、ここがすごく薄いで、確かに防寒とは書いてないので、うんうん、防寒性はやっぱ乏しいっていうところと、はい、まあ、これはね実際ガーデニング用っていうよりは油とかオイルとかの作業する、はいはいはい、まあ、いわゆる工場とかね、はい、そういうところ用で強靭ではあるんですけど、うん、ガーデニングに使うにはいまいちかなと思うね。あとなんかよかれ悪かれコーティングがかなりこうされてるんで、うんうん、こう握ってみると分かるんだけどすごいね硬いんですよ結構、うん、力がいる感じになる。寒いとゴムとかそのニトリルとかなんかって硬くなってっちゃう、はい、動かしにくくなっちゃうよね素材的に、うんうんうん、余計にこの冬場のガーデニングシーンで、まあ、全体的なコーティングされているニトリル系の普通用タイプ、まあ、これはちょっと向いてないかなと思う。ただもうこれ500円だからね。まあでも結構するんですね、さっきの97円だったのが。 あれは安すぎるねこれで500円もかなり安いぜ俺、うんうん、1000円超えないっていうレベルね。もうちょっと柔らかい素材でこういったものがないかというところを踏まえて、はい、今度この商品買ってみました。じゃん、はい、来ました、アクア天然ゴムオールコード手袋、はい、来ましたね。今度はニトリルっていう素材じゃなくて天然ゴムっていう素材です、はい、これ大きく違うのが天然ゴムの方が柔らかい、しなやか性がある、うんうんうん、ニトリルの方がちょっと硬い、ごわつきがある、はい、これは安い手袋も一緒、やっぱりガーデニングって手をこうやって動かすので、はい、柔らかい方がいいというところで、うん、この辺のアクアね、はい、これがね純平さんめちゃくちゃフィッティングがいいんだわこれはこの形状のものはで言うと、はい、かなり評価が高い、楽ちん、はいはい、全然こっちのニトリルオールコーティングよりも、うん、手の開閉が楽なのと、うん、指の形そのままぐらいな形になる、はい、うん、厚さはどうなんですか。厚さはまあめちゃめちゃ厚くないんで、はい、余計にこう作業性がすごくいいと思う、うんうん、普通の薄手手袋と変わらんぐらい あのフィッティングの良さっていうのがあるのと、うんうん、やっぱ裏も水弾く形になってきてるんで、はい、かなり防水性っていうのは高いね、うんうんうん、ただこれやっぱ冬場使ってみたんですけど
冷たいそんな気がしましたこれはすごい作業しやすい、冷たい。なんで、まあ、極端な話ね、このタイプのバージョンアップ版だと思ってもらっていい、これ。はいはいはい、うん、こういうのがなんか使いやすくていいよっていう方がいたら、このタイプはあのすごくこっちと比べたらフィットして、ここまで長いんでね、はい、うん、ただ一個気をつけてほしいのが、この天然ゴム素材っていうのが割とねアレルギーで体質的に出ちゃう人がおるらしいの、はい、うん、なのでちょっと肌に合わないなと思ったら使うのをやめてほしいなという感じでも後ろこういう風にコーティングされてるんで、ダイレクトに常にこういう風に密着してるわけじゃないので、うんうん、っていうのはあるんだけど、ちょっと天然ゴムそういうあのアレルギーがっていう心配があったりすることもありますんでね、はい、ちょっとこれはねすごいいいんだけどね、これいろんなものを触るのに、ただ防寒性ない、あ残念、冬にはちょっと向いてないです。はい、というわけで来ました、いよいよ防寒です。はい、防寒手袋です、はい、お待たせしました。で、防寒手袋ですね、いろいろ防寒ってついてるものがある、はい、ただ防寒でもやっぱり普通の手袋じゃダメなわけ。例えば、はい、今純平がしてる手袋あるじゃん、ちょっと見せてくれる、手で、これこれこれ、あったかそうだ、これこういうの、そうですね、うん、こういう素材っていうか普通の手袋で防寒手袋って、はい、まあすごくたくさんあって、うん、むしろ本当に暖かさを求めるのであればこういうタイプの手袋の方が本当はいい、はい、めちゃめちゃ高い。これ意外とあれなんですよ、なんか系統の方が高いんですよ、これよりも。ああ本当、うん、ただ絶対に濡れるとダメなのこれそうですね、濡れるとやばいです、そうです、これもう冷たくなります、なっちゃうでしょ、はい、濡れないっていうのが大前提の防寒手袋、はいはいはい、でかつ動きやすいもの、ほうほうほう、これが求められるわけなんです。結構ハードル高いですね。ハードルがね結構高いんですよ、これ使ってみないと本当に分かんないっていうところで、僕もね使ったことがない手袋っていうのはチャレンジしたいので、ちょっと今回ですね初めて買った素材の手袋があります。はい、はい、紹介しましょう、こちらです。じゃん、はい、これはね撥水ソフト湾曲って書いてあるね、超撥水、はい、暖かいね、はい、形状が湾曲で手が疲れにくい、はい、アウトドア軽作業、なんかめちゃめちゃ良さそうやん、これ良さそうですね、さっき言ったのはよりも全然条件がいいですね、条件がいいで、素材がさすごいしなやかで柔らかい、気持ちいいよこれ、ちょっと触ってみて、あ本当ですね、めちゃめちゃ気持ちよくないこれ、うん、すごい気持ちいい。で裏面のこのゴムもさ、はい、ちょっと触ってみてあこれはまあ、なんか掴みやすそうですね、滑らかじゃんね、はいはいはい、ギスギスもしずにあのしっかりとなんか掴めそうな感じがする。でこの裏よく見たらね、ウエットスーツの素材らしい、どうやら。ああなるほどって感じ、言われてみれば、うん、俺サーフィン全くしないからさ、はい、素材がよく分かんないけど、なんとなくサーファーの人たちがこういうの着とるよね、はい、しかもサーファーの人たち冬でも海行っとるからさ、行ってますね、そう、あんな冷たいな、そうそうそう、ピンときたよ、うんうん、この素材めちゃくちゃあったかいんじゃないと思って、ほうほうほう、でフィットするからいいんじゃねえと思って買ったよこれ。でこれつけてみたら、これねつけた、はい、まあ、確かにねこれあったかいんだわ、ほうほうほう、あったかい、もう他の今まで出てきてるやつに比べたら圧倒的にあったかい。もともとこういう風に湾曲してるタイプなんで、軽くこうクッてやれば握りやすい、こうピンってなってないの、こう湾曲してる、はい、まあ、すごくねフィッティングが良くて使いやすいと思うじゃん、はい、あのこれは本当に申し訳ないんだけど、ガーデニングには向いてない。あマジですかガーデニングにはこれ申し訳ないです、はい、あのガーデニング以外ではすごくいいと思います、はい、撥水するんで、まずねダメ出しみたいな結構いいの来たなと思ったのにいいの来たなと思うじゃん、はい、もうワクワクして俺は買ったわけよ、はい、でワクワクしながら使ってみたんよ、はい、もう正直なレビューいきましょうか、怒らないでくださいね、はい、まずちょっとうんって思った点、このねこのさマジックでこうやってやるでここを防ぐのはいい、はい、まあいいとしようまだ、はいはい、甘いのがここ、うん、ここちょっとした隙間、ここの隙間がめっちゃ寒い。分からんでしょ、分からん、これは外に出るとここの寒さを痛感する、そこだけ寒いみたいな、ここだけ寒いんだよ、あほうほうほう、空気が入ってきちゃって、はい、ここは
ちゃんとこういう風に閉じるようにしてほしかった、うん、うん、っていうのがまず1点と、これは製法上の問題でもあると思うんだけど、このゴム素材とかさ、継ぎはぎになってるね、いろいろこう、はいはい、湾曲にしたがためなのかな、こういう風に。これが作業するには致命傷、あんまり使用してないんだけど、言っても、あ、穴が、そう、やっぱここ、こういう風にミシンでこういう風に縫って継いでるんで、うん、何かこう洗い作業するじゃん、園芸って。しますね。こう木をやったり剪定なんかはビーってやったり、はいはい、引っかかったりとかって、こう擦れたりとかってあるじゃん。ってなると割とこういう継ぎ目が破れる可能性があるなと思って。そうなので、やっぱガーディングで使う手袋はこう全部コーティングされてるもの、オールインワンみたいな感じっぽい方がやっぱいいのかなっていう風に思ってですね、はい、実際ちょっとこれは僕的にはガーデニングにはちょっとダメかなと。うん、まあ、違うシーンで、なんかシーン書いてないかな、アウトドアで、はい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 、軽作業って書いてあるな。軽作業ですよ、重作業やっちゃいけないんですよ結局ここね。僕の使い方が良くなかったのこれ多分ね、残念でした。はい、これはちょっと、まあ、でもせっかく買ったので、まあ、使いますけどいろいろ。というわけでこっから来ますよ、はい、ちょっといい感じのが、いい感じのが、はい、はい、続いていきましょう。続いてのアイテムこちらです。ジェム、はい、これねちょっとラベルがないですけど、ザ・マックスシリーズですね、はい、これウィードさんっていう会社が出してるところなんですけど、はい、のサーモリフレクトって書いてある、うん、防寒用の手袋、はい、これはね、ガーデニングシーンじゃなくてアウトドアシーンですごく評価が高かった、これ、はい、最強みたいな感じで書いてあった、はい、レビューが、はい、どれどれと思って、はいはい、買ってみました。このマックスですね、いろんなシリーズがあるんですけど、この防寒系、なんかこれパイル地みたいな感じであったかそうだ、あったかそうですね、うん、これは手に入れるじゃん、はい、めっちゃあったかいこれはいろいろ使ったんだけど、はい、外でもこれ割といいです。さっきちょっと指摘したここ、これやったらこれ、あ、風が入ってこないというか、ここに風が入らなく仕組みになってるのこれ、はい、しかも結構ここがぴったりとここ手首にね、はい、密着するので、うん、風がまあ入りにくいっちので、固定される、はい、でしかもこれやっぱパッと見て分かんなかったんですけど、ゴワゴワしてるように見えて、うん、指にね全体的にフィットしてるんだこれ。へー、そうなので腕の操作性っていうのが悪くない。で防寒的には非常に防水機能もあるからね、はい、すごくいいなというふうに思うんです、はい、ただですよこれ、はい、まだクレームおじさんがいいところはいいで、防寒性もあって、はい、で結構タフだと思う、はい、うん、ただ難点はでかいんですよこれ。ちょっと握りにくそうな感じが、指がやっぱ太い、太くなっちゃう、はいはい、ので細かい操作性が非常に悪い。草花の何かやろうかなと思うと、はい、細かい作業が全然できないこれ。あの花芽摘む時とか、あ、全然ダメ。細かいのは本当ダメ。ハサミも結構操作性悪い。なるほど。なのでこういう手袋、まあ、こういう手袋っていうのがまあ割とあるんですけど、防寒でオールゴムで、はい、結構こうゴワってなってるこう大きめの手袋、うんうん、こういう手袋は冬のガーデニング作業でも水やり以外で DIY とかやるじゃん、はい、レンガ敷いたりとか砂利敷いたりとか、うん、あとなんか掃除したりみたいな、そういう作業にはすごくいいと思う。がっつり今日 DIY やるぜ外でっていう場合にはすごくいいと思います。というところで、まあガッチのこの水作業にはちょっと不向きだ気はする、うんうん、ここのね、このいろいろやったんだけどここね染みるんだわちょっと。あ、ここは撥水するよこうやって、はい、ゴム素材でこうやってね、うん、ピーってなるやん。でこの表はよかれ悪からじゃないけどグリップ力を高めたがゆえか知らんけど染みちゃうんだよね。なるほど。でこの染みが後々にあの寒さを生むことになる。ずっとついてると、あ、もうすでにここ手のひら冷たいもんね。あっていうぐらい水がやっぱかかって残っちゃうと、この指先もそうなんだけど染みてしまうとちょっと冷たくなりがちかなっていう、うん、気がするので、まあ、その辺を参考にして、あのレンガとかね本当に土壌改良とか、はい、スコップ使ってみたいな作業はいいかもしれん。あと剪定でノコギリできるとかね、うん、うん、のはいいけど、日常使いではおつすぎるっていう防寒性っていうのもちょっとどうかなみたいな感じがしますんで、まあ、一応参考までに覚えておいてください、はい、
という防寒を踏まえて、またレビューがこれまたすごく高い商品、はい、こちらを使ってみました。じゃん、はい、防寒テムレス、はい、これはねレビューがこれもめちゃめちゃ高かった。もう防寒最強みたいな感じでやると、うんうんうん、だいたいこの辺が出てくるのこうやって、はい、うん、どれどれと思って買っちゃいました、はい、こんな感じですね。これはちょっとどうかなと思ったんだよ正直、はい、こんな感じなんかダメそうじゃん、言ったらなんかそんなあったかそうには見えない、なんか色の問題かな、色もちょっとなんかね青色ってちょっと冷えるというか、確かにねこの防寒テムレスの実力をと思ってこうやって入れたじゃん、はいはいはい、衝撃的なぐらいあったかいなんかモコモコですちょっとね、いや、やってみる、はい、ちょっとね、はい、思ったより全然あったかいんで、はい、はい、ちょっと あったかあったかいですねこれ、なんかすげえ冷たいのかなと思ったんだけど、はい、冷たいっていうかそれなりかなと思ったんだけど、はい、入れた瞬間からあったかいんだよ、あったかいこれ僕の手袋よりあったかいです、あったかい、あったかい防寒テーブルにするこれ、はい、想像以上にあったかいです、あったかい、ね、はい、でめちゃめちゃ水作業いいなというふうに思ったんですけど、はい、これ使ってみてのレビューね、また、はい、指が短いんですよこれ、うーん、こいつ、なるほど、これ見てこの指の短さ、はい、手のひらは合うんだけど、うん、指がどうも手に対してのこれね、本当にこうなんていうの、関節が全て動かないみたいな感じでゴワゴワしちゃうねこれ、確かに、うん、やっぱさっきのこれと一緒、熱くなりがちなんで、はい、細かい作業が全然できん、うんうん、あの水作業はでもね、水やりだけだったら、うん、こっちより正直こっちの方が全然いいと思う、はいはい、うん、こっちは防水ですもんね、防水、あのこっちも防水でこっちも防水、はい、ただねあんまり使用頻度が高いとなんか浸透するみたいなことが書いてあったのよ、なんでその辺もちょっと気になるところではあるんだけど、これはねシーンを選ぶかもしれんね、細かい作業はできないんだけど通常の水やり程度でパッとやりたい時はすごくいい、なぜいいかというと このタイプはね間口が広いんだよ、ここの今まで紹介したやつの中で一番間口が広い、はい、で間口が広いと寒くなるんじゃないかなというふうに思われがちなんだけど、はい、割とこのまま裾まで入っちゃうの、このタイプは、はい、服の袖っていうの、はいはい、中まで入るんでこうやって寒くないです、ここが広いんで脱着がめちゃくちゃ早いんだよ、確かにめちゃくちゃ楽に、これが楽、うんうん、正直こういうのめんどくさい、これそうですね、グーってやってテープを使って止めるとか、うん、グーってやってグーってやって水やりしましょうとか、まあ、こういったやつでもなんかよいしょって入れないとこはみたいな感じでいくと、あの利便性はすごく高い、これ確かにすぐいけるこれ、脱着がこういうのも重要なんだよね、ですね、作業性の重視っていう部分ではなんだけど、やっぱりこうサイズ感によってこの手の指の長さっていうのが結構手袋出ますんで、うん、これなんかもさ ここスカスカで空いてるのにさ、これしかあれが取れないね、うん、本当はこんだけ俺指長いんだよこれ、そうですね、うん、確かに、おなちゃんパカ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 、うん、ただこのねなんか空気が入ってる感があったかいのかな、多分あ一層こうやってゴワッとしてる、はいはい、あるんで空気の層が、まあ、非常にあったかかったです、一長一短やっぱりいろいろありますねっていうところ、うん、なかなかパーフェクトなのがないじゃん、ないですね、そう、そんな時にですよ、はい、出会いました今回ちょっと僕がね一押しでいいでしょこれ、はい、ちょっと感動した、はい、今年買った防寒手袋なんかでの商品がこちらです。ビニール手袋サーモ発泡ってやつね。これは岡本さん。神様じゃなく。あ、神様じゃない。これね、男性陣はおなじみの岡本さんですよ。あ、そういう岡本さんですか。ちょっとなんか分かりました。分かった。そっちの岡本さんが出してる手袋、はい、いつ出したのかな。これちょっといつ出たのか分かんないんだけど、はい、これをね。つけた瞬間よ、はい、幸せが訪れました青春時代を思わせてくれましたそんなにハードルめちゃくちゃ上がってます、上がってるな、はい、これ何気ないね手袋なんですよこれ、はい、一見、はい、これと変わらんやんこれ、今パッと見はパッと見、はい、こう並べてみた中でも一番こうなんかダサい、うん、まあ本当に言ったらただただの青いだけ、ただただの青いビニール手袋って思うやん、はい、この岡本さんはびっくりだね、はい、入れるじゃん、これはでもぜひ試してほしいんだけど、
入れた瞬間が期待してたよりあったかくないんだけど、はい、2秒出すとめっちゃあったかくなるんだよこれ。何それ、何それでしょう、はい、これがこれサーモ発泡なんだよこれ。温かさが違いますって書いてあるじゃん、はい、特許出願中って書いてあるじゃん、はい、これマジであったかいよ。気になる、気になるでしょ、はい、あったかくなってきた。そんなに早くなるんですか。こっちのさ、はい、普通のビニール手袋、はい、同じぐらいよ言っても厚さそんなに変わらん、はい、でも極端な話その紫のもずっと使ってればあったかくなりますよね多分。体が温まってってなれば、まあでも水作業するんで結局冷たくなっちゃうねこれ。ああそっか。そう、秀逸なのが一番手にフィットするのこれ。ゴワゴワ感が少ない、わかるこれ見ても。うん、確かに隙間が少ないかも。 手の形状がしっかり出てるよこれ。出てます、ね、僕のこの手の形状が、はい、こっちこれ言ってもちょっとゴワッとする、ちょっとゆとりがありますね、うん、一番フィットするといったらこれに近い。はいはいはい、うん、これにね、操作性という意味ではもう互角ぐらい、うん、すごくいいんだけど段違いにこれあったかいの。岡本なめんなよって話日本の岡本なめたらあかんよ男性陣はよく分かってると思う俺、はい、これで俺が作業した結果よ、はい、めちゃくちゃいいこれ。内緒だよこれめちゃくちゃいい。しかももう何がいいかって、はい、こんだけ言って最終的にだよ、はい、めちゃくちゃ安いこれ。販売してるところにもよると思うんだけど、はい、400円ぐらい。いや、多分500円いかないんじゃないかな。マジですか。なんかさっきの1000円超えとかありましたけど、ね、そう、このね防寒テムレスとかなんかはいいんだけど、はい、1600円するよ、はい、マックスでこれで800円とかぐらいなんだよ。これね500円しんかった。これねちょっと神アイテムだわ。実際にいろいろなガーデニングシーンがあるんですけど、はい、ちょっとこんな感じの使い具合っていうの、はいはい、おすすめのこの辺ですね。どういった感じのところのシーンで使い勝手がいいか、まあ、実物実演の方やっていきましょうか。はいはい、というわけでいきましょうか。まずマックスいこうか。マックスマックスマックス、これね造園やる人とかはいいかもしれん。水をガチで作業するっていうシーンでは向いてあんまりはないかなと思うんだけど、はい、冬場の庭作りにはいいかもしれんね。よっしゃ、いきますか。はい、はい、水やりシーンっていうのがよくあるので、こういうホースノズルだったりとかジョロね、はい、でこれもさ、もう見てもらって分かるんだけどさ、もう濡れてるんよね。ああ確かに、ビチャビチャジャーってやったりすると濡れちゃいますね。あと株がこうシャーってかけた時に株が濡れてるとこういうのを触るじゃん、まあ、これは苗だもんね、あれだけど、はい、家だとこうやってあってシャーってかけるじゃん、はい、かけてちょっとこうやって動かそうと思ってこうやって鉢入れてこうやって動かしたりするじゃん、はい、この鉢に指を入れるっていう作業だけでもここが濡れるんだよね、はい、湿るっていうの、うん、こういうのが冷たさを助長して呼んでてしまうので、はい、やっぱり防寒性に特化したものが水をよく使うシーンではよくて、こいつはとにかくちょっと吸っちゃう傾向があるから、はい、やっぱこういったものには向いてない、はい、どういったものに向いてるかって、こういう樹木をいじるとかね、はい、移動する、はい、あの持つとかこういうのね、はいはいはい、あとレンガ、うん、こういう作業を積んだりとか、こういうのにはね非常に厚いんで、よかれ悪かれグリップ力がね薄いタイプよりも力をそこまで入れなくても掴めるっていうの、これがすごくいい点ではあるね。あとこういうさ道具、純平さん、はい、衝撃的だったんだけどこれ。何が来た来た来た、これまたね衝撃的な映像が出てきたよ。はい今何気なく通るやん、はい、見てこれこんなことあるこれ先端削りすぎたガデンガデンがどういう会社か分かったら分かりました。物を大事にする会社なんだよいや間違いないですね。何年経ってんすかそれ30年ぐらいですか。俺衝撃的だわこれ道具の会とかいろいろやってていいのを勧めしてるつもりなんだけど、はい思いの短さ。これさ多分さ俺5年後ぐらいにこうなってると思うよ、はい、これはさちょっとできんくないけどそろそろ変えたらこれ
手袋の話飛んじゃいましたよ。手袋の話もうスコップの回やったろかちょっと本当にびっくりだよこれ。これはすごい。これ初めて見た。いや俺も初めて見たよこれ、はい、こんなスコップあったっけでもこれ抜いてあるさ俺と思ってギャグじゃんこれまあまあこういう使えるんでしょうね。まあ知らんまあこういう道具握ったりするときには非常に、うん、こういうのは全然いいですね、はい、DIY 向けかなっていう感じですね。はい、というわけで、まあ、このちょっと厚手の防寒的な感じの外用の手袋、水作業よりも DIY 系向きの作業に使ってください。さて、続きまして防寒テムレスですね、はい、あったかい、これこそなんかあったかい手袋って感じ、うんうん、やっぱこうあれがいいな、脱着がいいな、はい、ストレスがない。でこのタイプだと、まあ、割と水弾くんで、例えばこれ水作業しますけどこうやってね、はいはい、弾くんで冷たくないですか今。うん、冷たくない。なんでこういう苗をいじったりとか、うん、濡れてるもの、水やり後の作業です。そうだね、水やりもできるし、水やり後に何かこう持ったりとか、はい、濡れてる鉢、まあ、こういうとこもびちゃびちゃに濡れてるじゃんこれ、ね、鉢とかが吸収する素材とかだと、もうこれだけでも触った段階で水分、はい、なんか入っちゃうから、総合的に見たらこの辺全然やりやすいね。ただこういうところ細かいところで何かこうこういうところをハサミで切ろうかとか、はい、っていう作業にはちょっと向いてないというか、掴みにくいこの細かいのがやりにくい。持ってる感じもちょっといまいちわからんんだよね。あ、うん、手袋自体が大きいんで、こうやって入れると他のものをなんか全部潰しちゃうみたいな、指だけ入っていかないみたいな感じで、やっぱり作業性っていうのは細かいのは、まあ、この辺はあんま向いてないかなとは思うね、はい、ただ水作業だけに関して言ったら結構強いんで、はい、庭木とかでもそうだね、水やりでジャーっとあの撒いたりするシーンとかでも、うん、水かかっても全然大丈夫、はい、なのと、言ってもでもちょっと DIY みたいな感じで使わん方がいいと思う。さっきのマックスのあれみたいに、なんていうの、こういうレンガとかさ、はい、あの道具を使っていろんな作業をすると、この辺のコーティングみたいなやつがね、ちょっとね落ちてくる可能性があるねこれ。うん、うん、で防水性が損なわれる可能性があるんで、がっつりとした作業をやるとにはとお勧めできないかもしれない。うん、はい、では最後ですね、来ました、岡本さん。岡本さん、岡本さん、これはね、あー高くなってきた。早いこれね、最初はちょっと冷たいんでやっぱり、はい、ひんやりするんだけど、はい、気持ちいいぐらい暖かくなるよこれ。どういう仕組みなんだろう。サーモ発泡ってなんか独自のあれなんだろうね、うんうんうん、特許のなんかって言ってるぐらいなんで、やっぱね、なんかね、ゴムの素材が違う気がする。気持ちがいい、やっぱり。はいはいはい、入れ心地、うん、でもそっち系の話になりがちなんだけど心地がいいね、はい、フィッティングも最高、はい、これはもう完全にジャブジャブ系やっても全然問題ない。これね、濡れてるものを掴んでも全然問題ないのと、はいはい、本当に手の形状で持てるんで、はい、こういうさ、隙間が小さいようなやつあるじゃん、こうやってジョールとか、はい、持ち手の部分で、ね、そう、マックスとか防寒テムレスのゴワゴワだと、ここ入れるだけでも当たっちゃったりしてギュッて入れないといけないんで、うん、もうすんなりで普通の手の感覚でいけるんで、はい、持つにしても何するにしても全然いいよこれ、はい、で細かい作業もできるんだよねこれね、はい、見て、指と指の間に鼻首入れてるんだこれさっきのやつもう全部こうしちゃうやんか、ね、そうですね、とかグーッと潰しちゃうんだけど、指がこれ入る、これ見て、ハサミとか使うとどうです。もうこの鼻首がこうやってピンポイントで持てるもん、こうやって、うん、持ってる感覚すら分かるんで、とかあと花柄をこうやって取るとかね。あ、全然じゃあこれもやりやすそうですね。最強だよこれ。これいつ販売したのかなマジで、はい、もしかしたらね、気にもしてなかったかもしれない、あったかもしれないけど、 あのパッケージだもんさ、気づかんし、ガーデニングで使えるのかなっても思わん、なんか確かに水地とかのさ、紫のやつと同じ流れかなとかと思うと、確かに、まあ、こういうの
ね、ガーデンには必要ないかなって先入観で思っちゃったじゃないよね。ああ、そうかもしんない。であと水色のこのゴムみたいなのがさパッケージだもんでさ、確かに余計になんか選びにくいっていうの、掃除用とかって思っちゃいますね。そう、これは400円ぐらいだったらダメ元でもおすすめできるね俺ね、はいはい、1600円とかするとさ、さすがにちょっとなんかどうしようかな、どうしようかってなるけど、400円ぐらいだったら全然いいよこれ。まあ軽作業だったら多分この辺でも全然できる、はい、物を持つとか、そう、そういうとこですね。そう、まあしかしレンガをね、まあガンガン積むとかスコップでガツガツやるとかその辺はダメっていうことでもないんですけど、はい、薄いがゆえの宿命かは知れんけど、はい、力がいる。これやっぱり厚さがあるやつの方が持った時に握力が結構入る。あんまりこうガツガツ作業とか重いものをなんか作業するっていうところに言うと、まあ、そこまで向いてないのかなっていう、いうふうに思うんだけど、ただオールインワンで割といけると思うこれ。これなんか指のところにポツポツあるもんね。これなんか俺指温めてくれてるのかなこれ爪を。ポツポツ。なるほど。そうですね。よく見るとあります。発泡してるかもしれないこれ。はい。うわこれめっちゃいいよ。汚れるじゃん。はい。もう汚れたらよ。やるぜ。ジャブジャブ。うわ。寒くないですか。寒くない、まあ、若干冷えるよもちろん。ああ入れた時はそう冷えるんだけど、水作業系全然大丈夫なんで、もう本当にこれからの時期の洗い物、別にガーデニング限らずに使えるっていうのがいいよこれ。確かに。そもそもガーデニングで使わなくてもいいもん。確かに。 お皿洗いに使ってもいいし、お風呂洗うのに使ってもいいしみたいな感じで、冬場の水作業に困る方は、まあ、これはちょっとお世辞抜きです、かなりいいですこれ。はい、はい、概要欄の方にも貼っておきます。はい、というわけで今回のカメくんガーデンチャンネルは冬用のガーデニング手袋特集しました。よかったかな、参考になるかなと思ったらぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あとあなたのおすすめの防寒用ガーデニング手袋ありましたらコメントの方で教えてください。カメくんガーデンチャンネルではこのように園芸に役立つアイテム、グッズの方を紹介していきます。よろしければチャンネル登録もお願いします。この方は大好評の余談です。木トーク余談です。お疲れました。お疲れ様でした。あ、そうだ、まず大前提に言うの忘れてた、はい、あのね、手が寒くなるっていう現象とか足が寒くなるっていう現象あるじゃん、はい、これってなんで冷たくなるかっていうところを改善すると、はい、割と冷えっていうのを防止できる。これの原因がね、寒くなると人間が体を守ろうっていう、はい、体ってもうここの心臓とかこの辺が一番重要な部位があるじゃん、ほら、内臓とか、はい、ここを守ろうっていうので寒さから、はいはい、まずは体の中の先端の方からこっちの方に血流を良くして、うんうんうん、温度を高めを守ろうっていう本能的にやるらしいのね、はい、なんでこの辺の血管が細くなってたりチューってなっちゃうので、うん、指先とか足先から冷たくなっていく、うん、ってなるんで、大前提ここをあったかくしとくと手足がそんなにこう冷たくなりにくいっていう。そうなんで防寒用のベストを着るとか、はいはい、上半身を温めるっていうのをしないと、うわー寒いっていう感じの時に、うん、いくらすごいいい手袋をしてもまずはこっちから寒くなっていっちゃうんで。確かに確かに。手だけ温かいってことはないですね。手だけ温めることが無駄というか、もう体をまず温めてくださいみたいな、はい、ところからやると割と手も温かく保てるんじゃないかっていうところ、うん、まあ、あとは防寒って言っても正直これおすすめでっていろいろやったんだけど、はい、実際はもう0度ぐらいになると、はい、どの防寒手袋も冷たくなりますこれ。なんで最強にあったかい手袋っていうのは今僕の中ではまだこのように存在してない。まずは長時間この濡れた状態しない、濡れた状態っていうのが一番こう寒さを長引かせたりとか、はい、暖かくなりにくい様子であったりするんで、うんうん、いくら防水とはいえこうやって水がついてる状態になっちゃうじゃん、はい、どうしても、うんうん、これをやっぱ放置しないっていうところ、ここが一番あれじゃないかなっていうところと、まあ、僕らはその北国育ちじゃないからさ、うんうん、レベルが分からんわけまだ。確かにその本場の寒さがめちゃくちゃ凍るようなとかさ、はいはい、雪をやるとかっていう感じじゃないので、うん、まあその辺の人たちもなんかおすすめの手袋があったら教えてほしいなと思います、うん、まあ、ただ今回はガーデニングに特化したやつなんでね、雪かきの手袋でガーデニングすることはあんまりないのかなとかってスキー用の手袋とかね、はい、極論から言ったら、まあ、そっちの方が暖かいはずですから、絶対暖かいんでしょうけど水や
やるとか土仕事に向いてるかっていうとまたちょっと違うと思うのでね、うんうん、ぜひこの辺のグッズも僕も全商品を買ってあれすることはできないんで、あくまでおすすめ商品とか皆さんの意見とかレビュー聞きながら、まあ、僕なりのレビュー解説、やっぱ言ってもガーデニング作業って僕割とするんでね、向いてる向いてないっていうのは今回みたいに割とはっきりと言えるのかなと思いますんで、いい情報があったらどしどしください。いやしかしこれには感動した俺これは純平くんおすすめしてよこれ。岡本さん、岡本さんだけどなんか、なんかこのデザインが昭和なんだよねちょっとね。俺チューリップだよこれ。ああ本当だカラーがさ、はい、これブルーの意味ってなんかあるのかな。これなんか大体ブルーが多いよねこういう。そうですね、なんか手袋、うん、防水手袋っていうのも、ね、この辺もそうなんだけど、はい、これもなんか茶色みたいな色があったんだけど、はい、綺麗じゃないね。それこそこっちのオリーブみたいな色とかだったらさ、はい、割とかっこいいよねこれ。うん、僕あの気になったのがちょっと一個あって、うん、あのちょっと防寒と今回と何とも言えないと思うんですけど、うん、あの剪定する用の革手袋みたいなのあるじゃないですか。あるね、あるね。あれもあったかいはあったかいですよね。そうね、ただ防寒濡れちゃいけないってとこだけがやっぱもうあれめちゃめちゃ弱いですよね。そう、革手袋も一応また、まあ、バラの剪定とか木の剪定があるんで、はい、まあ、特集してもいいんだけど、はい、革手袋俺めっちゃ使うんだけど、はい、いろんな手袋、はい、革手はとにかく水に弱い、うんうんうん、ダメ。水濡れると吸い込むっていうのと、うん、吸い込むとね硬くなっちゃうんだよ革が。あ、そうなんですか。そうだから、ね、あんまり濡らさない方がそもそもいい。あったかいはそれなりにまあ 防御してあったかいんだけど、水仕事にはもう革製品はちょっと NG ぐらいかな。ダメになる可能性があるんであんまりおすすめはしんね。なるほどなるほど、うん、ただ刃物とか傷の破れみたいなやつはかなり少ないんで、うんうん、こういう手袋よりは剪定系はやっぱ革手がいいかなと思いますけどね。まあ何といっても岡本さんですよ。またお世話になる日が来るとは思いませんでしたね。いや意味深なんです。さすがですね、はい、0.01mm とか出るのかなこれ。いや出るんじゃないですか。やりそうだよね。できないんじゃないですか。いや分からないよ。 0.01 であったかさを保つかもしれんやそもそもめちゃくちゃ期待してます俺これ、はい、ねえ、ちょっとガーデニングシーンもなんかどんどん出てきてほしいねこれね。おお、まさかですよ。まさかですよこのチャンネルで岡本さん出てくると。いや俺もまさかだって、はい、商品なんかどこの会社だ。岡本ってそういう神様しか出てこないこれ、はいはい、神様はやっぱ有名だなと思って、まさかダークホース来たみたいなやっぱこういうところで目を向けてからね。ですね、はい、というわけでまた商品レビューいろいろやっていきます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。